花月狭間とマイスターラムダとなります。 Please select your character。 狭間ラムダ11。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action。さあ開幕 6D でプロボロスをいきなり貫通してきたのはラムダ。ボディがこれはウェイレッパーやると思ったんですけど、 2A で引きずり下ろされて 2B が当たっちゃいましたね。センガーガード、6A が出てないっぽい。これは安定コンボで落としていきます。さあ一気に追いつく。今のレッスンがちょっとニルッとして怪しいなと思ったら青ビートですよ。 OK ガード、下段はしっかりガードして、バーダーが当たるが リターンがない。さあこれは今なんか見えましたが、うわ高いとこ難しい。あーやっぱり今のは相当航空で難しかったですが、さあただあといった感じで一歩前進したら影と頭。さあネシカワンの時代が今4台、動いてますが、うち2隻はまだ1人用なんで、ぜひぜひ乱入、してあげてください。あーこれは見えない、めくり出た。これはなんかいろいろあって、あー 6D が当たる、ダメージ空港に行きます。西太くん、さあ簡単でしたが立ち島に出たのでどっちにしろ当たりますね。これはダブルジャッコーからのミュージレッカザン、カウンターとアクティフローですが、でしたが残る。さあ重力に 6D、 ジャンプ 6D が当たって、まずは花月狭間が一勝です。もし Please select your character. さあ2戦目いきましょう。Lambda 11. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ前後で引っ掛けて、ダメージ。ファンシーバーのシーシックルから 6B で崩していきました。オディ中段バレガードしっかり決めて、おっとここはね、やっぱり素体は結構移動機上がり無敵がうさんくさいんで。さあスライド 6A は出ない。さあこれはカラミティが自毒にしっかり当たって拾い直しで倒していきます。一歩前進したらラムダ。さあジャニシー、これはリターンはお前取れないがリターンを取る。セクシー側のノーマルヒット、シックル、これは飛ぼうとしたところに当たってしまったか。さあ第3次、投げる、この投げは鋭い。
ガースライド 6D が当たらない。まあバータイで完全に倒しきる予定がミスる。あ、ちょっとやはり今日はミスが目立つマイスターだが、ここは大丈夫、いい判断はしっかりしてました。ストレートで取り返して 1-1 です。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. おー、4段っぽいちょっとスライドダッチだったんですが、それでも潰されてしまう。最強技だ。エクシーがネイル。シャガパンが投げ、普通に通ります。さあ、取って、テイクル。さあ、テイクルのラフキャン、当たってましたね。ジャンピングまで、トンボになって。倒しきるのか、これは強化 EA ですね。倒しきります。さあ、出し惜しみしません。一本選手したがラムダ。ここは飛んでいきますね。さっきは多分これを狙いたかったんでしょうが、ジャンプ6D、これはよくある狭間あるあるです。息が入れ替わってしまう。はじめが当たらない。さあ、そして負けん鬼西井体育。そしてさあ、普通に 6H で方天神いけました。さあ、シンプルに減る4500。いいえですが、ガロップ。レガシーは飛び越える。おお。さあ、サマナーの硬直を先に打たせてといった感じですね。嫌ですよ。取っていきます。1時でファイナルラウンド。いきますよ。伸びます。高台でサマナーを打たないわけにもいかないということですね。この辺はうまくかわされない位置取りが重要になるかもしれませんが、ジャンプ 6D。 さあ、これは正面からのシックルです。後ろからではない。さあ、誰から 6A が出ないマンが多いぞ。ブレイド、これは打ち切っていましたね。ブレイドの硬直に 2A が当たりましたか。押す。野外。さあ、残影の反撃に入らないが、キックルでクルテンと届かない。レガシー打ったが、ジャンプ 4DD で事なきを得ます。ブレイド。おー、立った。立てない。さあ、明暗くっきり分かれました。中断、これはミルチに行く前に決まります。さあ、セットカウント 2-1、 再び花月がリードとなります。第4戦目。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、開幕痛いのを入れていくのはラムダ側。画面端。中断。うーっと、タッチが当たっている。これは普通にコンボに行きます。
指導がいいんで減りますね。3800。じゃあよくは出ないが、ニュルニュル、おお、いいスカルですね。さあしのいだ頭、画面中央に田島に戻ります。ロケ対空、ここはしっかりジャンプログ 6DD 落としていきます。やばい、届かない、珍しい。ここはバタイを読みながらバースを打っていきました。まだわからないぞと思ったらスパーだ。一方前進したのはラムだ。さあやってしまった、投げに行ったところに FC がカウンター、 L 中段ガード、ニュルニュル、投げが抜ける、エクシーがさあ最強技が2回カウンターすればそれは勝てるよといった感じで、ラムダが一気にリード。男子途中から当たるがブレードガード、クラッシュルガムガード、位置入れ替える。さあ花間が粘るが、お互いなんか怪しいぞ動きが、接戦が。さあ 2DA からの投げ、これやらしいですね。 2D ノーキャンからか、うん。さあ西タイクは効いてる感じですか。これ XC がニュルニュルいった、69。さあバータイしっかり決めていきました。11ファイナルラウンド。さあついに XC が攻略なるか。これは自動化当てて中央でもコンボいけるやつ。シックルガード、そうなると OD の時間削られてしまうので非常に痛い。 4D で崩れてしまって狭間的には痛いです。 OD 終了。さあ 6A2B、 6A6B と 6A2B がシンプルに強い。バックステにも強いのはいいですね。さあ 4D ラップキャンガード 6B、 これはもちろん見えませんということで、一気にファイナルラウンドは押し切りました。綺麗にゴブっております。2-0-0-2-2-1-1-2とラウンドまでお揃いで現在 2-2 です。そして折り返しの5戦目、 The Wheel of Fate is turningレベル1アクション。オッケー、大工危ないな、ズバッといった。バッと今いい反応あったんですが、バラガード接戦が抜ける。シンクル飛び越えた、低空プレゼント、これは普通に無理。さあ、オディチュは拾えます。減る、4300、減りますね。さあ、スライルタチビーが届かない。さあ、これはキャバリエが出ている。そこにオディ、ミヨリさん映画から、さあ、押し切る。一方選手したのは狭間。登るぞ。さあこれ無理、この最初マジ無理。でもリターンがある、最強キャラ3000。さあ投げ抜ける、相打ち。さあ今度は狭間がラムダの OD 時間を削り切っていきました。シックル当たるが、あ、カスキット、ここいけない。さあここはゲージ使ってでも
アニマル運んでいきます。ブレイド、さあ画面足、ジャンシー、天空ジャンシーは相当思い切ってますよね。多分対策だと思うんですけど、わーっと今度はキャバリエがウロボロスをかいくぐってクリーンヒット、一時でファイアーラウンド、さあお互い動きがだいぶ変わってますが、中段出して、バーバー、ここできない、ジャバキ、さあ高藤も何とか見せています。その球のあの硬直にウロボロスを刺して、ね、まあ言うのは簡単ですけど結構難しいと思うんですけどね、なかなか高い精度でやってますね。出るジャガイ指導も逃さない、さあジャニシーカウント、さあどうだ、出がし絡みち、これはいい判断、オキジャン2C がね非常に強く機能しましたね。あれで D 発に突っ込んでしまうとモンドブールカウンターな上に 2D 拾いからバーター1指導 OD みたいなね、感じになってしまいます。バードを使う機会がない。さあこれマイスターが逆転 2-3 です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1ミリータイク、6B、投げる、さあ 2B が出ない、 6A だけで油断しました、あー油断しましたね、空を切ります。一方練習したのはラムだ、さあとりあえずエクシーが置いとけみたいなところがありますけど、まあ割と正解なのが強いですね。さあジャンシー何回出てくるかわからないという感じですけども、あーっとジャンシーに当たっている、ここはしっかりコンボを決めていきます。さあ今のは水打ちポイントでしたが、まあ倒しきれないと判断してか使いません。ガードした、素晴らしいガード、これはアンパイで倒しきっていきます。残影が広いが近いとね、ロクシーガーの 8D がペチるんで、さあ中段、さあペチで当てバースト、ラムダ美味しい流れになっているぞ。さあこれは2段ジャンプ 4D でスパイクチェイサーに反撃取っていきます。さあラムダ戦相当これ研究してますね、曲げた頭、対策は光る、しかし一歩間違えればこの
トーロ様なんか刺さって結構噛みそうですよね。ある程度読みで打たないと間に合わないですからね。おっと、これは上の明けから落としてます。あーと箇所をきれいに OD ですり抜けて、これはいい判断でしたね。画商ラピキャンからの同行というところでしたが、いい判断というか噛み合ってしまいました。さあマイスターがここでリーチを先にかけます。現在2-4。第7戦目です。投げて行きますよ。いかが？いかが？していきます。行きますよ。驚きました。どうですか？さあこれは大きいで抜けていって、やり込んでいる。さあ強化 EA で4戦まで持っていきました。さあ今のは早い展開というか、膝を見せずにそのまますぐにブレードに発生していきまして、これがヒット。一方選手したのはラムダでリーチ。さあブレードまでガード、投げて前が落として、ガサイショ。さあガサイからは安定コンボです。ノーマルさんへ、これは硬直に2へが当たる。さあ先端スパーだから1で開口を決めて置き攻め、ブレイドバト打っていきます。ロケ立った、ここに立つのは強い。さあいい位置で投げが当たって、低空から見て残るか、残らない。というわけで、後半復調しましたね。マイスターが怒涛の4連勝ということで、本日の恋別れソトル花月狭間対マイスターラムダは2-5でマイスターラムダの勝利となりました。お疲れ様でした。花月、これピックアップか全試合どうする？全試合、はい。